はい、7月6日1時15分ぐらいですね、いすみ川河口に、行く道のですね、道順を教えたいと思います。では行きましょう。128号線の大原方面に走っていくとですね、こちらに江東橋という、この江東橋、橋ですね、橋を渡ります。この橋ですけども、夜はですね、これ夜釣りとかできますので、この歩道側、ここでですね、よく海津とかハゼとか、夜釣りしたもんです。夏場は夜釣りとかできますね。信号機1個目、この途中ですね、この男気ラーメンの看板を過ぎるとですね、すぐ曲がるところがあります。海洋センターって出てますけども、こちらを曲がります。こちらを曲がりますと、このように一直線の道が出てまいります。黒潮橋っていう橋ですね。お、車が来てる。どっち行くんだ。そうすると、以前に紹介した海洋センターとかがあります。こっちが曲がると、左に曲がるとですね。で、ここは以前の給食センターです。人が出ちゃう。はい、ここ工事中となってますけど、これはずっと工事中になってますんで、はい、ですから徐行してください。将来的にこの道ができるはずです。でここがですね、非常に狭いんで気をつけてください。2トン以上の車は通れません。今固めなんで非常に怖いです。お、待っててくれた、すいません。そうするとですね、ここにこのように駐車場がビョッとあるわけです。いっぱいいますね。サーフィンやってんのかな。とりあえず後でこちら見てみましょう。河口はですね、こちらですね、水たまりがあるので、この辺に止めますか。よいしょ。
ってみましょう。お、曲がった。加工はこんな感じですね。ちょっとズームしましょう。誰もサーフィンやってる人いませんね。はい、でこっちが三軒屋海岸です。もう一回戻ってみましょう。もう釣りやる人がいますね。釣り人です。こちらには車がたくさんいるんで、サーフィンでもやってるんでしょうか。やってるっぽいですね。一応見てみましょう。あ、います、います。よいしょ。じゃあズームしてみましょう。うん、どうなんでしょう。何人かの人はいらっしゃいますけど、波は全然ないみたいですね。おお、そんなことないのか。多少ありますね。うん、なか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 。はい、こんな感じですね。こちら三軒屋海岸です。まあ、前回とかも言ってますけど、非常に駐車場とか200台以上は止められます。ですけども来る人があんまりいないので、すごい穴場だと思います。まあ、初級から中級の人に非常にいいんじゃないですかね。ここら辺は非常にいいと思います。先ほどのですね、なんだっけ、あのタイトの海水浴場の方、あのオリンピック会場よりですね、練習にはこちらの方になると思いますんで、ぜひともいすみ市の方に来てください。以上です。